ハロー、みさきこチャンネルです。みさきこチャンネルはママと子供の一歩を応援しています。ハロウィンパーティーの準備をしたいと思います。パチパチ。この前ね、ダイソーに行ってきました。ダイソー飾り買ったんだよね。うん、飾り見せて。はい、ダイソーにはこんな飾りがありました。じゃーん、じゃーん、楽しみだね。ガーランド、こういう紐のやつと風船を買っています。ハッピーハロウィンね。この飾りの他にいろいろ工作をやりたいと思っているので。37センチくらい、ちょっと作りたい工作を皆さんにも紹介したいと思います。まずはいただきます。しましょうか。いただきます。いただきます。今日は鍋ですね。塩麹。これ鍋だ。鍋みんなに見せたいもの、ちょっとなんとなくこれ作ろうかなっていうのを準備してきました。かわいいんだよね。ヘイトだけでちっちゃなポンポンかぼちゃリースも作れちゃう。ヘイトを50回フォークに巻いて、中心にゲイトを通して2回結んで、外してまた結んで、余分な糸を切ります。形を整えて、中心の糸に緑の糸を通して2回結んでカットして、ヘタを作ったらかぼちゃが完成。ボールに通してねじったらリースが完成。かわいい。これやってみたいんだよね。うん。ちょっと、毛糸を買いましたので、これを後ほどやってみたいなって思っています。今日は一生懸命ご飯をサクサク食べて、終わったら作るぞって思ってるから、頑張って食べてね。はい、次。次、あとやってみたいのは、これ。紙コップ遊び。最初から。最初から紙コップ買ったんだよね。これをやってみたいなと思って紙コップを買っています。これね、去年だっけ、なんか作ったんだけど、これもやってみたいなと思っているので、またリンク、YouTube の方にもこれは貼っとこうかなって思います。あとはこれ、みさきょこチャンネルもちょっとどんどん増えてきたんですけど、これいつだっけ？これ、ハロウィンマント。これみさちゃんのだよね。結んでってマントを作ったやつなんですけど、これも今年を作ろうかなと。かわいいでしょ。かわいいでしょって。いろいろね、好きなように貼れていい。こういう風なかぶって差し込んで、ああ、外側を使えるね。いいね。というのをやろうかなって思っています。ちょっと食べたら作ったりするので、後半はこれとはちょっと違うけど、違うんですよね。後半はちょっと作る形になるので、変なとこで止まってちょっと一生懸命食べて終わったら作るところね、この後動画でもお届けしたいと思います。じゃじゃーん、紙コップとかぼちゃが完成しました。感想は、ここにかわいいを手掛けたことです。あと、かぼちゃがあまり上手にできなかったことです。髪の毛みたいだって。みさきょこチャンネル、今日はおしまーす。おしまーす。また見てね。バイバーイ。